どうもなおちんです。本日は戦国無双5やっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。今日は秀吉です。秀吉を使っていこうと思います。薙刀は苦手だなーっていう人多いと思います。俺もその一人ですよ。それでは秀吉の技を見ていきましょう。固有チャージがチャージ2、そしてチャージ6です。チャージ2、秀吉はこのチャージ2を起点にすることが多い気がします。薙刀はやっぱりね、空中コンボが強いので、これで上げて迅速攻撃、これが基本ですね。チャージ6、チャージ6、これ一番最後の攻撃が飛んでるように見えるけど飛んでないんだよね。範囲が狭くって、微妙なんだよねこれ。それでは秀吉いきましょう。薙刀はね、結構今作弱い方に入る、弱い方に入ると思う。いや、どうやってもね、火力がね全然上がんないんだよな。なんか上げ方あるのかな。まあ、いつも通りのね、あの技能セットをやってるんですけども、なんかいまいち上がらないんだよね。戦技が強いかっていうと、その戦技も強くないし、そうね、範囲も別に普通だしまあいいところとしては、この空中での迅速攻撃が出るっていうことぐらいじゃないですかね。空中のね迅速攻撃は使ってて気持ちいいです。まあ、通常でね、下で迅速でバーっていって、でチャージ2で上に飛ばして、で迅速攻撃、空中をバーってやって、で空中のチャージ3とかチャージ4をやれば結構、気持ちよく決まるんだけどね。まあ、手数が多い武器っていう風に、俺もう空いてるぞ、マジか。そっか、マジか。下にねちょっと集中しすぎたな。なんとか覆さねえと、門番を置いてなんとかしのいでもらわましょう。いつの間にかもうゲージ半分以上削られてる。これやばいかも、なんかやばいかもしれない。いけ、じゃあ武将と戦う時は空中コンボそこまでダメージは入るもんでもないので、やっぱりチャージ6あれで攻めていった方が、ダメージは取れます。チャージ6からの戦技とかそういう感じでやっていくといいですね。チャージ6が本当ね、最後の斬撃飛んでいいんじゃないと思うんだけど、飛ばないんだよなあれ。飛んでちょうだいよ。他のキャラ結構ね、先の方まで斬撃飛ばすやつ多いから、なんだろうねまあ仕方ない。無双技で100体か。こっちの拠点のところに結構いるんじゃない。いや、自分の拠点のところが心配だな。突破されそうで怖い。おおだ、絶対いった、いかないね。あ、でもいける。こんぐらいいれば25体以上はいそう。こっちももうガラ空きになってるじゃん。カズージガードが甘くないかい。まあ俺の兵たちでなんとかしのぎましょう。どんどん行くぞ、どんどん。はいはいはい、次誰が出てくる。三人が来た。ここで自分の陣地の方ちょっと突破されるとマジでヤバいぞ。雑魚がねいっぱいいるところで迅速攻撃からの打ち上げ、空中迅速攻撃からのフィニッシュ、決まれば気持ちいい、気持ちいいね。ただボスには
どうも決まりづらいので、止まって急ぐ急ぐ急ぐ。てか、手前の数字大丈夫か。ではなかったか。こっちはとりあえず俺がなんとか先回りして、やばいな、これ入れちゃうと、あーあー、やばい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 、ゴリゴリ減ってきた。もう行かせるなよお前たち、行かせない。よっしゃあ、そっちへ倒して、そこか、いっけ、オッケー、おいらが打ち取った。いいね、こうなれ。いや、もうとにかくこれ早くクリアしないと。これネームドがあと一体入っちゃえば多分負ける気がする。やばい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 、パズージンとこもちょっと気になるけども、まあまあ多分耐えてくれるでしょう。こっちで第4陣の OK 出てきたら、そこを一緒に OK、 いいねいいね、一緒に叩けば、いいね、いかな死に様をお好みか。とにかく急ぐ、とにかく急いで倒します。このレッスン、はいはいはい、なんとか覆さねえと。こっちだね、突き落とした。おお、剣心か。ちょっと急いで倒させてもらうよ、じゃないとマジでこれはやられるかもしれない。押し込まれたら終わりだ。向こう一つ、いただきだ。急げ。ああ、上になんか登ってってたね今。大丈夫か、カズージがいるから多分守ってくれる。おいらこそ、ここを、ああ、もう完全に落としに来てるもんねお前。いいっすよ、打ちのめしてやる。よし、終わったでしょう。手柄はもらった。決まった、ギリギリの勝利。どんなもんでい。はい、ということで今日は秀吉使ってみました。薙刀はなかなか難しいんだけども、空中コンボ気持ちいいのでやってみてください。ではまたやっていくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。